これは普通の、まあ、鎖鎌ですね。それからこれが忍者独特の、まあ、鎌でして、虚血諸言と言います。これが忍び鎌ですね。これは両刃になってるんですよ。そして一端の先の方ですね、これを戸に差し込んで、こう開けると。で、外すわけですね。それからまあ、両刃になってますから、非常にこの差し込みやすいという利点があるわけですね。これはね、普通のね、鎖鎌より小さな鎌なんですよ。忍び鎌と言います。で、鎖鎌はですね、この先がですね、まず鎖鎌になっている。鎌がついているわけですね。それからこちらが墳銅になっているわけですね。その間をずっとこういうふうな鎖でもって繋がっているわけですね。で、その鎖のない頃はですね、昔は獣の毛をね、使いましてね、その編んで、その鎖に変えたわけです。先生、どういう獣の毛を使ったんですか？はい、馬のね、尻尾とかですね、それから縦紙、それからまあ、野獣のね、毛を使ったわけなんです。で、鎖鎌の前身はね、虚血諸言って言ったんですよ。虚血諸言ですか？ちょっと難しい言葉ですね。三夜をね、これを訳しますとね、駆け巡るというふうに、まあ、解釈したわけです。それでまあ、高いところへですね、その鎌をかけたりして、登ったりしたわけですね。先生、近頃の忍者映画によくその鎖鎌を相手の刀にかけたり、それから足に絡ませたりしてますね。本当はね、そういうことはしなかったんですよ。本当はですね、その墳銅でもって敵をぶちつけたりするわけですね。それからまたはね、その鎖鎌の鎌の方をですね、相手にぶちつけて相手をやっつけるというようなこともしたわけです。こういうふうにですね、本当の墳銅はその非常にその重いわけですね。それからこういうふうに回してですね、敵に投げつけるとですね、その加速度が加わってですね、非常にその当たった場合にその破壊力があるわけですね。ですからまあ小手なく打ち砕かれちゃうわけです。それからこういろんなふうにこう回されますとね、の敵がね、どんなふうにその打ち込んでくるかその分からなくなってくるわけですね。の間合いが分からないでその打ち込まれるというわけですね。刀にですね、その鎖墳銅が巻きついたんで、その大変だって言うんで、の片手で持ってその鎖をその掴んで、その取ろうと思っているところを、そのまたその片手にその鎖を巻きつけるという非常にまあ大変その厄介なその武器なんですね。先生、今日はどうもありがとうございました。